花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下俊美さん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。あ、今日なんかメガネが ちょっとあの老眼を買い替えました。老眼をって老眼老眼老眼って歌ありましたよね、昔ね。古いな、古いなありがとうございます。ね、はい、外のゲストも笑われましたけどもですね、はいはい、まあちょっと寒くなりましたかね。そうですね、なんか秋というか冬というかね、ね、お日様が出てないとちょっとね。そう、今日雨だしね、少し雨降ってましたね、降りましたけども、はい、まあ、雨の中はですね、今日はね、雨吹き飛ばすようなね、今日は素敵なゲストをお迎えしております。三原康則さん、イエイ。イエイ、どうも、いらっしゃい。三原でございます。三原でございます。いやー、ね、ほらもうなんかこう、このあのカメラ目線かっこいい。ラジオの方にはね、なかなかこの姿をね、ご覧いただけないと思いますけども、今日は動画も撮ってますんで、はい、皆さんお楽しみいただきたいと思いますけど、三原、康則でございます。康則さんですね、はい、なんて言いましょうか、その、まあ、もちろんギタリスト、ボーカリストっていうかね、そういうあれもありますけども、役者さんっていうかね。しばらくそういうこともやらせていただいて、そういう時期があったという。今最近はもう、最近ちょっとまた白龍さんの、危ない映画に出していただいたの久しぶりにやったんですけど、あれがかっこいいですよね。フェイスブック見ましたけど、ありがとうございます、はい、ねえ、なんてかっこいいんだろうとか。あれはでもカメラマンがねすごいわけで、私はもうあれですね。ねえ、僕もね、一回だけ出てことあるんですよ、映画に。あ、そうなんですか。5分で殺されましたけど。でもね、大体僕もそういうタイプが多いんですよ。もう大体出てきて、ああ出たなと思うと、もうすぐ、ああもういなくなったみたいな。いやいや、大体血を流して死んでしまうという。いや、僕タクシーの中で、はい、チンピラの役で、はい、ヤクザの親分にすぐ殴り殺されたっていう。ああ、いいじゃないですか。そういうのありましたけどもね、今日は三原康則さん、はい、ニオンっていうね、はい、素敵な素晴らしいロックバンドをやられてますけど、このニオンっていうのはどういう形のバンドでしょうか。ですね、2015年ぐらいからですね、はい、ドラマの、武田チャッピー治さんっていう、カルメン・マキティとオズをやられたりとか、はいはいはい、まあ、ずっと今もノイズであるとか、高田英二さんのバンドで、まあ、いろいろやってスーパーグーとかねやってる方なんですけど。あ、そうなんですね、はい、高田英二さんもこの間ね、はい、うん、見えてね。あ、そうなんですね、はいはいはい、そのところにいた武田チャッピー治さんっていう方と2人で組むことになり、はいはいはい、まあ2人でっていうか、まあ、最初はベーシストをちゃんと入れてトリオでね普通にやろうと思ってたんですけど、うん、なかなかそのベーシストが決まんないうちに、うん、まあ、もう2人でできることは2人でやろうっていう話になって、むしろなんかそれの方がかっこいい。すごいですよね。どうなんですかね。まだすごく、まあ、だチャッピーさんにとってはきっとその方がいいのかもしれない。僕はほら一人ベースの役もやっぱりギターで弾いたりとか、結構やる作業が一人何役もって結構大変なんですけど。なるほど。まあでもあれですね、シンプルな削ぎ落としたことをやるっていう意味ではとても、うん、良いことができてるとは思う。発明みたいな形になっててバンドをやること自体がね。はいはいはい。普通はアンサンブルでベースがいなきゃいけないところをお互いに、うん、チャッピーさんもフォローしながらやってるんですから、はいはいはい、なんか2人で発明品をまた新たに作ったんだなっていう感じのバンドやってます。なるほどね。これが2つの音から来たんですか。そうです。最初は2つの音っていう感じで表現したんですけど、まあ、なんか二音とか読む人がいるんで、ちょっと最近はね横文字にしてますけど。そうですね、このちょっとね映像にちょっと映します。このアルバムを今日持ってきていただいたんですけども、アルバムタイトルはこれ、ニオン、ニオン、ユニオンっていう、ファーストアルバムでユニオンっていうね、ユニオン、はい、はいはいはい、ちょっとダジャレというか、まあ、なるほど、かけて同名というか、
そういう、ね、こういうアルバムですけども、今ね動画撮ってますけどもですね、早速ねこのアルバムの中から、1曲聴いてみたいのですが、これねこの曲リクエストが来てました先週から。あ、先週から先週来てたのよ。これあの横浜のね、長谷川さんからリクエスト来てましたね。その曲をねお伝えしましょう、雨に咲く花。お届けしました雨に咲く花というね、素晴らしいですねこの太い感じ。 ありがとうございます、ね、あのベースがいないからね音を太く構成してよく聴いていただいて、これでもとても二人でやってるっていう感じはしないですね。ありがとうございます。ダイナミックさというか。そうですね、それはやっぱりあれです、年輪から来るもん。いえ、あのエンジニアさんのあの賜物じゃないでしょうか、わかんないですけど。いやいや、これは素晴らしいですよね。なんかあのなんていうかな、あの最近あんまりないっていうか、ない感じがするんですよね。まあ、そうですね。こういう感じのその太いなんかね、ドカンっていうか。そうですね。あの本筋だけしか触らないようにしてる部分もありますね。確かにね、いろいろやれば、あのやっていけるんでしょうけれど、まだそのダイナミックなところ、ロックの本当の本筋みたいなところをね表現できたらなというふうには思ってますけど。いや、あの素晴らしい。いや、もともとね、僕ずいぶん前に、はい、あのその事務所の八尾さんからご紹介、
矢織さんっていらっしゃるじゃないですか。矢織さん、はい、あの UFO の、それじゃなくて矢織さん、矢織さん、お名前忘れた、事務所のなんか方からね、はい、ご紹介いただいて、あの横浜、あ、細谷さんのこと、細谷さん、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、間違えました、細谷さんからね、あの、なんだっけ、フェイスブックのメッセンジャーに入ってたんですよ。ああ、そうなんですか。で、僕忘れてて、その見忘れてて、ずいぶん前ですよ。ああ、そうです。それで、なんか、あの、あ、そうだったんだとか思ってて、それで、あの、今回ね、あの、僕はリクエストさせていただいた。ああ、そうなんですか。ありがとうございます。あ、それはそれ。そういうね、またその出会いがね、また今回ありましたけどもですね。あの、いかがですか、その、今までこう内田裕也さんのバンドとかいろんな、ね、はい、活動をやられてたんですけども、はい、白龍さんとかも、はい、内田裕也さんってどういう感じの方なんですか。まあ、きっと皆さんがご想像してる通りの方だと思うんですけど、ね、亡くなられて、そう、ね、まあでもいろんなこと、80年にちょうど僕はあの内田裕也さんのあのバンドに入りまして、はいはい、それから亡くなるまで、ご一緒させていただいたんですけど、うん、まあ、本当にたくさんのことをね、良いことも悪いことも、あの、見させていただいて、いや、もう本当にあの貴重な体験ばかりでしたね、今考えると。なるほどね、はい、まだ皆さん、安岡力也さんも城山中さんも桑名さんも、あとは松田優作さんとか、ああいう方たちが生きてる頃 でみんな血気盛んで、体力もあって、で暴力的であったりとか、ほうほう、もう大変な時期も若い子に見ましたからあれですけど、そう、僕はそういうあんまりこうお付き合いはないんですけど、あの、桑名さんとはね、ちょっと飲んだりとかしたことありましたけど、はい、中野でね、はいはい、中野っていう、中野で、中野で、たまたま、あの、ほら、不登校の子供たちの学校とか僕行ってて、あ、なるほど、あって、あ、そうですね、そういう活動をね、カナさん、スーパーファイザーをね、やられてましたね、うん、はい、そうね、そう、懐かしいですけども、でもいろんな経験されて、今はどんな感じですかね、音楽活動とかも やられてるんですけども、そのこれから先というか、そうですね、まあ僕は基本的にあの、まあ、内田さんたちの流れという中では多分異端というか、まあ純粋ミュージシャン系だと思うんですね、うん、だからそのまあ見て育った環境はああいう荒っぽい方たちと一緒に過ごしたけれど、うん、やっとこれであの静かになったんで自分の音楽できるかなみたいなっていうところもありますよね。まあそれはもうそう思ったら60歳になってたみたいなところもありますけれど、まあでも年齢は僕はあまりあの関係ないなとはこの年になってやっと思いますので、もう日々新たに、まあなんていうの、10代の頃と変わらずギターも昔より弾くようになりましたしね、なんかそんなミュージシャン、ザッツミュージシャンやらせていただいてますね。どうですか、松下さん、今日初めて。あ、でも私顔はね、お向けしたことありますよ、うん、もちろん。あ、そうですか、はい、だから、え、あの、あんな有名な方がいらっしゃるんだと思って、今日はちょっとドキドキしてきました。あ、メガネも変えてきました、本当に。その色いいですね、サングラス、あ、いいですか、そのぐらいの色の俺も欲しいんです。あ、まあ、これも、ね、それちょっと似てるんですあんまりね、ラジオでこういう色の話してるから面白いね。いやいや、全然いい。そうそう、もろ目が見えるとちょっと恥ずかしいかなと思って。あ、なるほどね。まあ、みんなそれぞれあのちょっと見えにくい年頃になってきましたでしょうか。そうですね、うんうん、僕なんかも全然ダメなんですよね。あ、そうですか。うん、チューナーがちょっと見えなかったりしますから。あ、それはあるんですね。なんかでも加納さん常夏な感じで、なんかいつも健康な感じがしますけどね。いやいや、あの前世紀のあの榊原郁恵さんみたいなエネルギーがこのなんていうの、榊原郁恵さんが出てくるんですか。サマーな感じが、真っ黒に日焼けした感じ、ね、いやいや、あのまあそれ見せかけですね。あ、そうですか、うん、あのまあでもあの元気にね、はい、入れるっていうことはですよね、うん、あの幸せです。まあこうやってラジオもやらせていただいてね、いろんな方とお会いできることがね、僕はなんか励みになりますね、うん、あ、まあ本当にその通りですね、はい。でね、このアルバムの中からですね、もう一曲聴いてみたいんですが、はい、この日本のアルバムの中からあのチャッピーさんのね、はい、作詞作曲の曲が、作詞作曲の曲、はい、ありました。いきましょうか。あ、ぜひ、ねむねむしよう。
baby, good night, baby. 내일 쉬어, baby, good night, baby. 경우와도 나, you never will look back. 마음 안으로 優しい 불안한 나가 혹이나 오서라니 어서들 그모 아침에 대스크로워 시로이대에도 후와와 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 봄야스미 맴맴 쉬어 베이비 나이도이 맴맴 쉬어 베이비 나이도이 Baby, good night, baby. 내 눈에 쉬어, baby, good night, baby. 이마와 놈나 유배와 밑에 이를 너 파파노 오워키나 우대 넘나가 고약해 너 아까이 허허해 지사다 호시타지 가나야키다스요 기랄라 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 なんかあったかい感じになりますよね。そうですね、やっぱあの作った方のお人柄で、そうですよね、はい、なんかこうなんていうかのこの力を抜けた感じの、あ、そうですね、ね、うん、もう70コキーですか、ま、チャップさん、ね、びっくりしましたけども、コッキーって呼んでますから、コッキーエディー・マンさんがこの間見えた時に、まだ60その時8だったんですよ、エディーさん、はい、で、あと2年したら、うん、もう俺の腰がコキちょっと面白くない、横浜ジョーク横浜ジョーク来ました、バンドマンジョーク、うーん、なんかあのエディさんとか壁さんもね、あのすごくジョークがあのお好きで ね、うん、もう面白かった、ね、普通のこと考えてませんからね、いや、すいません大丈夫そういう、でもチャッピーさんもあったかい方なんですけど、まあ普通のこと考えてないタイプですね、やっぱなるほどねやっぱり常に何かこうトライ挑戦していくっていうか、それで若さっていうか、そういうのがあるんですかね、まあでもあの人の場合は大体叩いてるか飲んでるかっていうイメージお酒も飲まれるんですか、お酒大好きですね、武田さんは、はい、三原さんは、あ、僕も大好きなんです、あ、そうなんですか、もうね、もう体の調子がね、本当に最近はもう辛いんでね、この間でも血液検査したら腎臓も肝臓もね、数値が良くて、お医者さんに褒められちゃういや僕も全く同じだったんですよ、あ、そうなんですか、で、その検査して、うん、これなんか病気自慢みたいな、いやいやいや、いや、ありますよ、検査して、ちょっと引っかかったんですよ、はい、肝臓とか、うん、膵臓が、はい、それで血液検査しましょう、はいはいはい、それ CT で出たんですけど、はいはい、そしたら何にもなかったんですよ、あ、
でもそれなんか間違ってんじゃないですか。で僕もそう思ったんですよ。なんか間違ってませんかって言ったら医者がムッとしてましたね。いや間違いはございませんってちょっとムッとされちゃってあそうですか。お酒大好き。あ金さんもお酒もう少しだけ。あよかったですね。少しですか。はーって言われました今。はーっていう意見がキキさんの方から出てます。映像のキキさんははーって言われましたけどですね。まあちょっとまあたしなみます、たしなみます、たしなみましょうよ。ね。ということでね、今日はあのファックスご紹介しましょう。はい、三原さんにね来てますね。はいはい。はい、これは、博多のミキさんです。博多ミキさん、ありがとう。はい、皆さんこんにちは。こっちは。雨も上がって良い天気です、うん、先週のゲスト、ブル松原さんも相変わらずパワフルでしたね。ブルさんね、はいはいはい、今週のゲストは三原康則さんですね。初めましてようこそ。初めましてどうも。動画をいくつか拝見しました、うん、かっこいいロックサウンドなどとてもポップで簡単に言うととっつきやすくて最高ですね、うん、うねじれの PV も独特だし、あ、うん、日本はベースレスの2人っていうのがちょいとミシシッピーのジュークジョイントのハウスロッカーみたいでかっこいいです。なるほどね、なるほどね、そういう解釈。あ、この番組に出演されたこともあるアミアイリさんとの動画もセミアコとテレキャスターが大好きなオイラー、そこも共感してます。そこね、この間ね、先ほどちょっとお話してて、アミさんともね、そうなんですよ、ね、知り合いだっていうね、うん、アミさんと僕ご近所住んでまして、あ、彼女がやってるお店で僕が弾き語りとかやらせていただいたことが結構ありまして。そうでした、はいはい、その時は、あ、その動画が上がってますね。あのリンゴ追い分けをね、アミさんと一緒に、あの日本とアミさんでやったことがあるんですよ。あの横浜のあそこ の, あの赤レンガね。あ、そうですか。その時の多分映像だと思うんですけど、リンゴ岳はもう松下に歌わせたらもう見てる人だって美空ひばりさんとずっとついてあのスタッフで全国回ってた。あ、そういう方なんですか。そうなんです、デビュー前ね。もう本当に若い子スタッフです。すいません、スタッフ時代どんな人じゃ。いやいや、軽はずに追い分けちゃったつい追い分けてしまいました。追い分けましょうっていうね。すいません。あ、そうです。いや、じゃあ後で私もじっくり楽しみたいと思います。今日はリラックスした、はい、して楽しんでくださいね。ということでリクエストはありません、うん、お任せです、はい。カナオさん、こっちは天気が良いのでウォーキングオンザストリートだけど、いつも通り何でも OK なのでお願いします。ウォーキングオンザストリートってお届けしました、はい。カナオさん、明日のライブもかましてください。明日ライブだったね。自分の宣伝するの忘れるんだ。明日ね、はい、川崎のどこだっけ、川崎のローリングストーン、ちょっとあのおしゃれなバーっていうか ね、ステージバンドもできるような感じで、結構あの初めての、初めて、初めてですね、あの、はい、ローリングストーンでやりますね。はい、ありがとうございました、ミキさん、うん、いろいろありがとうございます。ありがとうございます、ミキさん。ございます。ということでね、今日三原さんね、あのね、生歌を、うん、生、その今日アコースティックギター持ってきていただいてね、いるので、あのなんかその生歌をね、はいはい、あの聞かせていただきましょう、やりましょうよ、楽しみでとか思ってるんですけども、はい、これギルドですよね。あ、ギルドです、はい。あ、今日は花尾さんありがとうございます。今ライブ調になってる。いいですね、いい感じで、全然いいですよ。そんないいんですか。いいですよ。音響大丈夫ですか。音響というかリバーブ的な、はい、じゃあ、このアルバムの中からね、ちょっと一曲やろうかなと思ってるんですけど、あの、まあ、弾き語りなんでちょっとアレンジは違いますけど、ブラックメールというのを、ね、やってますけど、
闇を描いてる黒のメールも出してる夜も昼もいつも Every day, every night, every time But it's always Everything there for youEverything there for you. なんか雰囲気がね、今日の、メールファックスっていうのはあ、もう今読みました、うん、ありました、はい、もうそうかん、こんな感じ、はい、本当そうかそうか、そういうことでね、今日は、三原さんお越しいただいてますけども、近々のライブの予定っていうのはあ、ですね、はい、11月の1日にですね、はい、11月1日、はい、はい、荻窪ロックフェスティバルというね、ほうほう、あの荻窪にあのクラブドクターっていうお店がありまして、はいはい、知ってます、知ってます、ご存知です、あの、はい、ホッキーさんっていう、ホキモトさんっていう方がやってらっしゃるクラブドクター、ホッキー、はい、ホッキーさんです、はいはいはい、あ、そうですよね、カノンさん、そうそう、あの僕もね出させていただいたことありますね、あ、そうですよね、あの彼が毎年やってるあの荻窪ロックフェスティバル、はいはいはい、今年はあのなんかちょっとあのこのいろんな事情で、はいはい、あのいつもの野外ではなくてクラブドクター自体であのイベントを1日かけてやる、あ、そうです、お店でね、お店で、はい、でそこにちょっとあの日本で出していただいて、あ、はい、そうですか、はい、でその時はあのベーシストのゲストを迎えてちょっとやろうと思ってまして、はいはい、そこにはあの浅田武さん、あのベーシストの、あの元シナノロケッツとか、はい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 、はい、あの名前は聞いたことありますけど、ね、いやいや、あの、その前もね一緒に、あの、そうですよね、この番組にも来たことあるんですよ、あ、そうなんですよね、はいはいはい、加納さんとも一緒になんか演奏なさってそうそう、言ってました、浅田さんね、はいはい、そうですよね、あのよろしくお伝えください、あ、面白いんです、あの、まあ、愛してるよっていう、愛してるよそうなんですけど、僕にとってはまあ先輩なんですけども、ちょっとあの入っていただいて日本と一緒に、あ、それはちょっと楽しみですね、はい、あのちょっとそういう風に企画で11月1日、はい、日曜日ですね、日曜日、はい、クラブドクター荻窪ですね、はい、クラブドクターですね、はい、ということでね、お楽しみいただきたいと思います、皆さんもぜひね、これはあれですか、入場は、あ、ね、確か入場無料だったと思うんですよ、そうなんですか、そうか、やっぱあの
ホッキープレゼンツっていうか、そういうどうなんですかね、なんかあの区のイベントでもあるんじゃないですか。なるほどね、わかんないですけど、ね、あ、そうですか、ちょっと詳しく調べてなくて、お店はよく出たことあるんですけど、そのイベントにはね、まあ、出たことないんですけども、あ、はい、そう、あのね、あの保健本君によろしくお伝えください。はい、わかりました、あの鳥元の大将とね、いつもあの鳥元っていうあの焼き鳥居酒屋さんがあるんですよ。お会いしたことないんですよ。あ、そうですか、うん、もう行きたいんですけど、ものすごいこわもて の, あのマスターの方とね、ほうほうほう、あのホッキーさんがいつも組んで、ほうほう、そのこわもてのマスターがもう見るからにあの話しかけられないようなルックスしてるんですけどでも話すとすごい優しい方で、へ、真面目な方でね、ちょっとびっくりするようなキャラクターなんですけどね、ほうほうほう、そういう方たちが主催しているおいくぼろくフェスティバル10月1日やります。はい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 、楽しみですよね、はい、ということでね、荻窪ロックフェスティバル11月1日というのがあるでしょうか。それが近々です。まあ、12月にもあるんですけど、はい、12月はいつになるんですか。12月はね、あの31日にあの毎年、はい、あの内田裕也さんもう亡くなったんですけど、はい、あの一昨年、で内田さんがあの続けてたニューイヤー、はいはい、ロックフェスティバル、ロックフェスティバルっていう47年続いたイベントがあるんですけど、はいはい、それをまあ内田さんはいらっしゃいませんけれども、うんうん、あの若手 の, あの僕よりちょっと下の後輩の、うん、怪奇結色のヒロっていうやつが、はいはい、あの音頭を取って、あの鮎川さんのシナロケさんとか、あとしげるたちあのアナーキーとか、それからあのラッパーのジブラとか、映画監督 の, あの園田さんとかそういう方たちとね、うんうんうん、ちょっとあの配信っていう形で、あ、なるほど、ね、それが暮れになるんですか、ね、12月31日あの神田の明神ホールっていう神田明神 の, あの境内にあるホールができたんですけど、そこであのフェスティバルとしてやりますので、あ、なるほど、ね、配信ではあるんですけど、もうチケット11月6日から発売かな。え、それはその見ることも見れるんじゃなくて配信だけ、ね、配信なんですね。なるほど、ね、配信チケットを買っていただくという形になるんですけれども、だから逆に言うとあの自宅であのおこたに入って、おこたはもうみんな入んないから分かんない、はい、おこたつでみかん食べながらも見れるという、ああなるほどね、はい、そういう形のイベントとしてね。それはでもあのそういう時期だといいかもしれないですね、はい、逆にそのね新しい試みとして、うん、まあ、内田さんのやってきた47年やってきたことを継承していくっていう、ことでも、まあ、やる方はあの、まあ、でもこれあのクラウドファンディング立てて、はい、まああのまあ、やる方は大変なんですけど、はいはい、まあ、ちょっとあの皆さんにもそういうことをお知らせして、少しでもあの手を貸していただけたらなとは思っています。あ、なるほど、はい、まあ、それが31日ですね。なるほどね、大晦日ですね、楽しみですけども、はい、じゃあ今日はあの宮野さんとちょっとだから僕あんまりできるかどうかわかんないけど、あ、いやいや、ちょっとやりましょう、やりますかね、やりましょう、やりましょうあのやりたがりなんだけど、何やりましょうかっていう、じゃあこれあのビートルズのカムトゥゲザーやりましょう。お、カムトゥゲザー僕歌ったことがあんまりないんですけど、やってますかカモントゥゲザー、カムトゥゲザーじゃあ一緒にじゃあギター弾いていただいて、はい、ありがとうございます、はい、
me. てるのかわからなくなった。エンドレスじゃんのか。いやもう空中をさまよいましたね。あ、なんとか着地して。いや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 、初めて歌いましたけど。いい歌で大好き。お誘いしてした上に、いやいや、かっこよかったですよ。あれですけど、アクリル板があるからね、なんかね、ちょっとここで止まっちゃうんだよね、なんか。いや、これがでも面白い。聞こえづらいっちゃづらいのね。面会ライブみたいな。いや、本当にね、アクリル板があるとね、なかなかこういうちょっとした距離、ね、そうそう。いや、これはなかなかいい体験でした。面白いですね。いやいや、ということでね、今日三原さんに来ていただきましたけども、今後のそのバンド活動もありますけども、その役者さんの活動っていうのもあれですかね、並行してやられる。いや、断ってはいないだけなんですけど、まあ話があまり来ないって。でも今度はさっきもちらっと言いましたけど、俳優やってる白龍さん、まあ、僕白龍さんのバンドでもギター弾かせていただいてるんですけど、そのやってる大ヒットシリーズで、ヤクザのダイモンシリーズっていう、ヤクザのダイモンシリーズ、はいはい、そういうシリーズがあるんですよ、はいはいはい。でそれの今回ヤクザのダイモンレジェンドっていうのをもうすぐ公開されますので、うん、でそれで呼んでいただいて、僕殺し屋の役で白龍さんに撃たれてすぐ死ぬんですけど。すぐってことないでしょ。まあ、5分以内に死にましたからね。まあでも、まあそのトータルすると5分ぐらいの。まあそういうのに出ます。ヤクザのダイモンシリーズ、ヤクザのダイモンレジェンドっていう作品がもうすぐ公開されると思いますので。あ、そうですか。はい、それよろしかったです。はい、お楽しみに、ね、していただきたいと思います。本当にね、まだまだ少し時間ありますよ。あ、そうなんですか。なんか一緒に三原さんなんか
なんかソロでやってみます、なんか歌われる、割と弾き語りとかもやられてるんですか。はい、結構やってます。あ、でも今日はあれですよ、せっかく俺金沢さんのとこ来たから金沢さんの曲やってみたいな。あ、僕の曲いいですよ、うん、なんか歌えますか、なんかもしよかったら。うん、ぜひぜひ。あの、あんまりコードがいっぱいあると僕も、いや僕コード知らないです。もう3コードしか知らないあ、そうです、3コードすら間違えますから。あ、僕もそういうタイプなんで、あの、じゃあ多分、話が合うんじゃないですか。いやでも割と同世代っていうかね、はい、あのあれで、なんかこう今日初めてお会いしたような気もなんかしなくて。あ、まあ、全然しないですね、なんかね、今後ともよろしくお願いいたします、ね、ぜひよろしくお願いいたします。いやもう宮田さんが入ってこられたらびっくり、なんかね、やっぱオーラが違うよね。まあ全然違いますね。なんか全然っていうと語弊がありますけど、他の方に。そうです ね失礼しました。久しぶりにオーラの方。 ありがとうございます。なんかでもそういうものってこう なくなっちゃうじゃん、年取っていくと少しずつ。あー、オーラです。そうない、自分もさ、なんかやっぱその輝きっていうか、そういうのをね、まあ出そうと思って出せるものではないですよね、やっぱり備わってる、うん、あとなんかそのオーラってお互いに見える相性ってあるんですけど、ね、あ、なるほど、ね、ある人たちには見えるけど、ある人たちにはそんなに感じないと、なんかやっぱり相性としてそういうふうに感じていただけたんだったら、それは言葉以上のなんかセッションができてるんだなとは思いますよね。あ、うん、それはありがたい話で、もうなんか肌で感じるって感じ ね、 そうですね、毛穴で感じる、毛穴毛穴で感じって変ですか。いやいや、いいと思います。松井さんちょっと何言ってんの、ちょっとおかしい。毛穴で感じるなんていうの、なんかもうラジオでこの感動する時って鳥肌とか、あ、そういう意味、チキンスキン、チキンスキンって言われるとちょっとまたそれは違いますけど、チキンスキンミュージックだったら、いやいやいや、そういう感動した時って鳥肌立ちますよね。ああ、なるほどね、うん、最高の、そういう風にやっぱりあの置いたいよね、うん、素敵に置いたいな、置いていきましょうよ、ね、置いていきましょうに気合い入れてもあれですけど、もうね、いやいやいや、こうなったら置いていくしかないんですから。そうだよね、うん、なんかやっぱりこう宮原さんみたいにね、こう素敵にね、あの年を取られる方って、うん、あの素敵だなとかもね、年を取られてて随分お若いんですよ。そう、僕よりも、ね、僕だって私よりも下だ、来月66ですからね。わお、そうでしたっけ。66、いや、ルート66来ました ね、 ね、ルート66。ああ、そうなんですか、うん、はい、ルート66やるんですか今。いやいや、それはあのちょっとバラ、ちょっと僕オリジナルやらせてもらいましょうかね。いやいや、言う、やりました。痛む心癒える
never give up, never give up, baby. 金城城ネバーギブアップ You をお届けしました。 You、三原さんありがとうございました。ありがとうございました。突然絡んで楽しかったです。ありがとうございます。いや本当にね楽しい時間を、でもう時間がねまだ有り余ってるんですけど、ちょっとそれでね有り余ってもないけど、このでも有山淳二さん来ました。そうですね、この日本の、はい、アルバムの中から最後に、はい、先ほどちょっとトークの中でね、はい、流してましたけども、それをお聞きしますか。ありがとうございます。よろしいですかね。ぜひお願いします。ちょっとこれこれドア頭にかけたかった曲なんですけども、これトラック1の曲ですね。よろしくございましょうか。鉄の翼のことですね。鉄の翼、ありがとうございます。
君の笑顔を感じながら落ちてゆくよ。鉄の翼お届けしておりますけども、ちょっとね今メール来てますね。はいはい、ちょっとメール、はい、三原さんはじめまして、はいはい、恥ずかしながらラママの告知フライヤーを見るまで存じ上げませんでしたが、うん、経歴を見てびっくり、うん、トルーマンカポーティカルメンマキ、うんうん、&オズ白龍、うん、ギター聴いていました。今回スリラジとの共演で改めて音に接してかっこよさに痺れました。スリラジってあのここね、スリラウンジっていうバンドとね、この間ラママで渋谷で共演したんですよ、ね、あ、そうなんですか。そのことです。スリラジに出会ってくださってありがとうございます、うん、そしてゆうやさんバックに、涙、うん、あ、ゆうやさんバッチ、うん、あ、バッチ、あ、ゆうやさんのバッチしてたからね。あ、そうなんですね、47プラス1、うん、新生ニューイヤーロックフェスティバルも楽しみにしています。あ、リクエスト、またまた、ね、リクエスト、ま、光あれが聞きたいですって。あ、光あれ、すいません、ね、ありがとうございます。遅もっと早く、いやいや、ね、遅いよって還暦オーバーのアーティストのかっこよさに痺れている博多の稽古より、いや、ありがとうございます。稽古さん、稽古さん、ね、それからですね、うん、横浜岡地三原さんご出演おめでとうございます。横浜の岡地です。三原さんとお会いしたのは上池台のポント花、うん、あ、はいはいはい、で、あまりにアミさんのお店です。アミアギさんの、あ、そこがこのお店ですね、うん、あんまりにかっこよすぎて三原さんに驚いた記憶があります、うん、あ、岡地赤レンガでの演奏も記憶に残っています、うん、今日は本日は番組楽しんでください。カナオさんとのツーショットマジ楽しみです。これは貴重っす。ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、たくさんの方ね、あの福岡の方もあの、ね、メールいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございました。今後とも、ね、あのよろしくお願いいたします、はい、この日本 の, あの活躍も、ね、素晴らしいっていうかね、あのことになります ね, 今ね、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ライブ来ます、本日のゲスト、はい、三原康則さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お相手は、はい、松下としみ、はい、花野城でした、はい、来週のゲスト、康二大牛、お楽しみください。また来週お会いいたしましょう。See you next time! Yeah.